株式会社さぬき造船鉄工所は、香川県三豊市に、かつて存在した造船会社。1887年4月に創業した後、太平洋戦争による企業暴動の命令を受けて1942年2月に、有限会社さぬき造船鉄工所が設立された。1944年に株式会社化した後、遠洋漁船などを建造していたが、 1957年以降は、航船の建造に進出、旅客船、フェリー、小型タンカー、作業船など内航船を主に建造し、1982年11月期には、年賞59億1500万円を計上するなど、造船業界において、中堅事業者へ成長した。特に多数のフェリーが行き交うトでは、大島の藤原造船所と市場を分け合う形で、 多くのフェリーを供給してきた。しかしながら、平成期に入り、瀬戸大橋の開通により主要顧客であった美産ン瀬戸の海運業者がのきなみ縮小を余儀なくされたことに加え、造船不況、海外造船業との競争による単価下落で1999年11月期には、年二24億4200万円と半減、設備投資の負担もあり、経営状況が悪化した。 2000年9月、負債総額約36億円を抱え、高松地方裁判所官温寺支部に民事再生手続きの開始を申し立てた。その後、2001年7月に再生計画が認可され、同年8月に認可が確定となった。2004年9月には、スケ文工業代表のサブミヒデオが支援に乗り出し、第三者割当増資を実施して、筆頭株主となり、 同年11月に再生手続きが終結した。その後、新造船の受注が好調となり、2008年11月期には民事再生前のピーク時を上回る年賞64億5936万円を計上したが、2009年6月に粉飾決算が発覚、メインバンクの114銀行から支援が打ち切られた。二千九年七月十九日、 高松地方裁判所関門寺支部に再び民事再生手続きの開始を申し立てたものの受理されず7月31日に破産手続き開始を申し立てた8月12日に破産手続き開始決定となり倒産した負債総額は約94億円であったこの倒産によりスケブンが社長を務めていたスケブン工業マントール工業 進む工業の各社も連鎖倒産している。ありがとうございます。